Hello everyone! 今日は今東京駅にいます。地図を後からね、下にあった、地下にあった地図を見せますけど、今日は東京駅から、有楽町の方に、歩いて、めっちゃいい天気なんだ。マスクしたくないよね。今バックが東京駅でも、マスクして、皇居の方ね、皇居前広場に向かいましょう。この道をまっすぐ行きます。東京駅から丸の内口からね、まっすぐ皇居のそばを通って有楽町に行きたいと思います。9月はね、ちょっと台風が多かったから、台風の後はやっぱりこういういいお天気がね、あります。すごいね、ちょっとビルも見せましょう。ここから交差点から東京駅を見ると、あっちが東京駅ね、あっち東京駅でしょ。ずっと赤いビルがね、赤いビルね。で、これをまっすぐ、よいしょ、こっちがね、こっちもただただまっすぐ行くと東京にぶち当たるんだけど、今日はこれをこういう風に行くと有楽町に着くということなので、赤だから青になったから、はい、行きます。で、赤いのはポスト郵便ポストね。郵便ポストはお手紙、国際郵便も、国際郵便こっちブルー、ちょっともうあれだね、あっとブルー普通のお手紙と国際郵便、Marunouchiと呼ばれるね、江戸時代、この界隈は江戸城の内堀と外堀に囲まれていました。これを横に行けばいいんじゃないかな。あ、信号が、あんたは、そう、今ここが正面が皇居になりますが、多分皇居はsome restrictions or rules to film in Tokyo, Imperial Palace. なんかね、あったと思います、そういうのがね。だから、ね、今日は外側は、アウトサイドオブ、アウトサイドオブ、Imperial Palace の。あ、こっちからね。ちょっと曲下がりだったね。向こう側が皇居ですね。あ、ここが長いですね。
ずっと行くと皇居の方、ちょっとまあ前まで行ってみましょう。でずっとだからお堀ね、お堀の方ね、ああ区長、区長っていうか鳥がいますね。これお堀で、あ、また地図を見ますね。現在地があって、赤いのがね、これが現在地ね。現在地のこれ、ずっとこれ皇居がある、うん、なんかライブストリームとか見たことないからね。あ、でも警察とかがいるからダメって言われるかな。そうなんでは写真撮影はダメですって書いてある。はい、ここのね、園内では、許可なく写真撮影などがダメですって書いてあるから、戻りましょう。ここまでね。そしたらあとこっち側ね、外側に行きましょう、ね。ね、だからもう東京駅からこれはまっすぐ来たところですね。東京駅が見えると思います。もう一回戻って。お堀ね。moat だっけ。お堀があるから。大きいよね。後ろの方、あ、つまりそうそう、ここね、さっきもう一回言うけど、ここ東京駅ね。東京駅からちょっとこっち行っちゃったけど、こっち戻りましょう。マラソンじゃなくて、ランニングしてる人とかね、皇居の周りランニングしてる人いますよね。ここは自由にできるところで、もっと向こうの方が皇居ね。まあでもやっぱり撮影はいけないということだから、周りをね、 We can go aroundWalk around. 周りだけ歩きましょう。っていうかここ一直線です。まっすぐだね。うん、やっぱ広いからね。そう、でもね、有楽町、今から向かっている有楽町はもうたくさんこう、ショッピングもできるし、こう賑やかな場所。ちょっと昔はね、大人の街でした。今どうなのかちょっと見てみないとね。I used to, I lived in Tokyo for 10 years when I was 20s, in my 20s. お堀のところはただ大きい道。でも歩くだけでもね、散歩、just take a walk, taking a walk.コンフォートボールじゃなくて、気持ちいいよ。リフレッシュ、もっとリフレッシュだな、なんていうんだ、気持ちいいですね。If the weather is good、 もし天気良かったら気持ちいいなと思いますよ。
ここが、Nijuubashi のところかな。もうちょっとだね。こっちずっとそうね。私はちょっと怖い。いつ止められるのかと思って怖い。あ、警察がいるから止められたらごめんね。これで終わりにします。しなければ you can go でしょ without filming without not taking a video そしたらいけるでしょ見てみたいですね、うん、まあここすぐだからとにかく東京駅からねあのすぐ just walk、うん、この車が待ってるほんと広いね。私なんか初めてかな。皇居全部歩いたことないから、今度はなんか皇居一周とかね、このぐるっと一周とかね、そうしましょうか。それだったらフィルムしていいのかな。で、まあ、こっちがね、そうそう、とにかくこっちの方が皇居で、で、私たち東京駅から来てこうやって来たから、こっちに、今度こっちに行くと、有楽町の方になります。銀座とか有楽町に歩きます。ここ日比谷の交差点だね。日比谷の交差点。まあちょっと車が多い道だからね。ちょっと中を通るようにしようかね。ビルの中ですけどね。
でもちょっと名古屋駅とはあまりにも違うからそう、It's so different。 そう、名古屋ステーション Of course、東京にね、キャプターインジャパン、あ、キャプターオージャパン、もうやっぱ首都ですから、東京駅はいっぱい、本当東京はね、あのいっぱい人もいて、いっぱい駅もあり、それから、I often do Australia swim. Australia is shopping arcade. で、そういうオースが、many オース、here in Tokyo。オースみたいなところね、such as オース。あ、オースみたいなじゃないね、オースのようなところが、あるんですよ。もういっぱい東京には県のは20 places オースみたいですね。こっちがもう有楽町、まあ、というかあそこ銀座の富士屋があるんだけど、ここ有楽町だからじゃあこっちの方をちょっと見ましょうか。もうすぐだね、今こっちから行って、あ、ごめんなさい、こっちに行って有楽町、東京ミッドタウン、うん、そう、有楽町、右に回るってことね。あ、電車がないんでね、電車に線路があるから、It's railway?アロンザレールウェイ、東京、プントクトゥーユーラクチョウワンステーションかな、うん、ピンポーン、うん、おいしそうね、またついついレストランを見てしまうよ私、どんなメニューかな、うん、ディムサムって言うんだっけ、ヤムチャ、ディムサム、ディムサム、ディムサム、ダンプリン、お、いっぱい人入ってる、東方シネマーズ、シネマーズ、プリンセスダイアナがやってるよ、プリンセスダイアナ、へぇ、そう、デビットボーイズ、なんだっけ、あの、ムーン、デイドリームじゃないわ、デビッド・ボーイズ・ムービーはね、リリース・イン・マーチ・イン・ジャパン、ちょっとね、マーチまで待たなきゃいけないんですね、もうみんな世界ではね、リリースするんでね、ムーネージ・デイドリーム、そう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 、出てました、イタリアン、あー、なんかこういうとこが面白いよね、アンダーだ、レイルウェイレイルロード、なんて言うんだろう、高架下にこういうお店がありますね、これは、うん、ラッシュ、うわ、美味しそう、新作のお店ね、有楽町でしょ、こういうお店があるね、こんな下にも有楽町の有楽町ステーション、こういうとこで見る美容案です、これ三ツ矢先かな、どんぐらいかな、自動販売機は全部ドリンクかな、うん、まあコーヒーとこうやってブレッドブルがあるいはドミニカスもあったね、クラフトボス、ラテはね、カフェラテはでもちょっと甘いよね、カフェラテはね、クラフトベターズね、あら、こっちも全部あるわ、トマトジュースもある、何でも買えます、オレンジジュースもあるしね、でこういう道もちょっと来ると、
この道あるね。全部居酒屋さんとか。ちょっとだけ今入っちゃったね。さっきの道に戻りますよ。これがさっきの道だからね。花見通りの方に戻る。日本食市。飲み食いどころ。海通りって言ってた通りですね。向こうがコーク、向こうがコークで、ずっとちょっと寄り道したけどね。でこれが阪急と、マリオの有楽町という。まあでもね、やっぱそう、チェンジャーでももちろんチェンジズ全員、銀座有楽町はチェンジズ since I was here in Tokyo。東京にいた頃からは随分ね、もちろん変わりましたけど、私乗りとかあった、変わりましたけど、昔からここの大きいね、デパートは2つ、中デパートがあるんです。こっちから見るね、阪急と、ルミネ、阪急とルミネ、いろいろ変わったんだよね。だからあのデパートもやっぱりあの九州合併があるから私たちのコートは変わっちゃうんだけど、ここが阪急とルミネで、よくこの間のところでミーティングプレイスだったの、デートとかね大学生の頃はここで待ち合わせしようっていうのがありました。いいね、ここ有楽町で、駅がもう有楽町の駅はもうすぐ、すぐこっちからだから、一応有楽町駅まで行こうか。でここが銀座、西銀座っていう、ここもずっと西銀座のね、あの途中でこういうふうに横にね、あのショッピングモールがあるんですよ。だから有楽町線のとこまでちょっとぐるっと大回りしていきましょうね。晴海通り、銀座はすぐですね。まっすぐって言っても今ちょっと何て言うんだろう、エクストラちょっと大回りしたりしたからね、30分、うん、It takes 30 minutes. But if you come, if you come here directly, 15分とか15 minutes, 20 minutes かな。フジヤっていうのがね、スイーツショップ、コンフェクショナリーとかね、とても有名で、昔からあるのが角にあります。でこれがスキヤ橋の交差点。This is intersection. This is called スキヤ橋交差点ですね。スキヤ橋交差点と聞いてますね。
Sukiyabashi Intersection ね。で、向こうから歩いてきて、で、ここに Hibiya Intersection、こっちのショッピングモールがあって、有楽町の駅は、向こうです。有楽町駅まで行きましょうね。あ、ここ成田空港行きのバスだ。で、スキヤ橋、ニュースキヤ橋インターセクション。あー、This is 成田エアポート。成田エアポート。バスステーションになります。お、インフォメーション、いいね。こっから出てるんだ、成田まで。多分、It takes one and a half hour by bus.そうだね、銀座これだと1時間半ぐらいかな、成田ステーション。ちょっと調べて後で書きますね、また。この辺ね、映画館もあるんですよ、そう、映画、東映、This is 東映ね。東映、ムービーティアラー。そう、I used to go, no, no, my major was movie.So we よくバイトしたのね。I had a part-time job at, in my university days. 映画のチケットを切る人。なんて言うんだろうね。英語のチケットを切る人のバイトをしたりして、すごい懐かしいですね。東映会館とか、さっきもありましたけど。で、ここを曲がっていきましょう。丸いがあって、有楽町の駅になります。今日はね、ちょっと初めて東京ウォーキングツアーをしたので後でちょっと食べるのは後で付け足そうかな、このビデオに、最後に付け足ししようかな。My friend here. 今からここで友達とね会うの。その友達はね、小学校からの友達。本当長いでしょ。Since my elementary school, 小学校からの we've known each other.今から会う友達ね。I'm going to see a friend.Who is my so best friend ね一番の友達です。会うので、有楽町まで来ました。なんか手振ってる人がいるよ。ハロウィンなんだね。もう10月はもうハロウィンね。あ、これは風船か。びっくりや。よいしょよいしょ。有楽町駅になりますね。はい、こんにちは。で、ここが有楽町の駅です。ぐるっとね、ちょっと大回りした感じだけど、分かったかな。まあいいや。とにかくウォーキングツアーはちょっとでもね、If you remember some point, some place, so you can, 多分歩きやすいと思うね。It's easier to walk to you come when you come to Japan for first time. 初めて来た時とかちょっとでもね見覚えがあると分かりやすいと思うんだけどね。まあ、という感じで、有楽町駅です。ということで、東京駅から有楽町までぐるっとね、歩いてきました。今日はちょっと本当にウォーキングのビデオでした。見てくれてありがとうございます。Thanks for watching! バイバイ!